ルイ・レミー・ミニョーはフランス人の両親を持つアメリカ合衆国の画家であるサウスカロライナ州のチャールストンで生まれた父親は菓子製造業を営んでいた両親はフランスノルマンディのグランビルの出身で1830年のフランス7月革命後にアメリカ合衆国に移民として渡ってきた弟に後にオランダのタバコ会社ミニョー ブロックの創業者となるアドルフ・ミニョーがいる。1834年に母親が没した後、父親はフランス移民の女性と再婚した。ミニョーの父親は画家になることに反対していたが1848年に父親が病死した後、オランダに渡り、デンハーグで風景画家のアンドレアス・スヘルフ・ハウトに学んだ。1855年にアメリカ合衆国に帰国し、 ニューヨークにスタジオを開き、風景画を描いた。1857年には、フレデリック・エドウィン・チャーチと共に、パナマ、エクアドルに数ヶ月滞在し、南米の風景を描いた作品も描いた。1858年に、ナショナル・アカデミー・オブ・デザインの巡回員に選ばれ、翌年正会員となった。1861年に、 南北戦争が始まると1862年7月にヨーロッパに渡りロンドンに住んだ。ロンドンではロイヤルアカデミー・オブ・アーツの展覧会に出展した。その後、パリに惹かれ、スタジオを持ち、パリの風景を描き、サロンド・パリに出展した。1870年の不仏戦争とパリコンビューンの混乱の中、感染症を患らい、 イギリスに戻ったが1870年9月にブライトンで没した。ありがとうございます。